久保さん今回敵にしましょうか知的の敵、はい、まとえる敵、はい、すごいっすね120万出るんですね知らなかったっすねまあ、知ってると知らないじゃねあれですねまあ、これちょっと調べてみないとわかんないですけど120万も出るんだったらこれいいっすねちょっと調べてみますうんちょっと今調べよう <laughs> えっと会社経営 えー、歯の治療120万うん。医療費控除。医療費控除。医療費控除では。医療費控除も歯の治療で。うんうんまあ今、グーグルでちょっとね、会社。 ちょっと調べましたけど、多分ね、ピンポイントで出てきてないな。まあこれ、ずっとまあ何分か調べれ出てくるかもしれないですけど、まあここからちょっとお伝えできることがすると、するならば、いや、久保さん、ちょっと教えてくださいっていうね、もしこういう視聴者のね、あ、そんなことがあるんですかじゃあ教えてください。じゃあ、なんだ、あの、このノウハウを教えるのにいくら取りますっていうね、売れますね、久保さんね。 120, まあ、120万円もらえる方法だから、どうすかねじゃあ5000円ぐらいでどうすかみたいな。まあ、別にこれネットで調べても出てきますよと。まあ、めっちゃ調べてもらって、まあ、一応まあ調べたみたいですけど、多分もっと調べ方が悪いと思うんで、もっと調べれば出ると思います。ただ、まあ、あの僕からおそあの知りたいんだった一応情報量として5000円。まあ、120万円もらえる一応方法なんで、5000円じゃ安いですかねみたいな。 まあ特別に5000円でいいっすよみたいな。<laughs> 売れそうですね、久保さん <laughs> そう、はいはい。だから知ってるっていうことは金になりますね。いってらっしゃい。